そうだ、あれ変えなくちゃね、保険更新しなくちゃ、てっきりこっきり忘れてた。どうしたい、のわちゃん。右か、これはめんどくさいね。いける、まあ行かしてもらう限りは無理じゃない。あ、行かしてくれるって、よかったね、神だ。あ、直前すぎて無理だった。横断歩道後ろの径行かせないんだ。そしてチャリがちょっと怖い、怖いな、ちょっと怖いね、怖い。まあいいや、どうせ上がるし、怖いといいな。ちょっとだけ後ろが気になったゴイです。ちょっと俺邪魔みたいな、これ無理だな、ここ道攻めんから。無理に越さないでぶつかるな、飛んでると。無理でしょ、だってこれ、これはきついね、狭い、さすがに。気にしてるんだよ、彼。ちょっと自分のせいで後ろの首が詰まったなって。いや、あれじいさんだった。あ、でも後ろ餌食らった。え、後ろ餌食らった。あ、ダメだった、まあしょうがない、これ対向車が来なければだ。寝かせダメね、よかったね。だから、なんだろう、あのチャイの人一応車が、まあいけるね、7系だもん。なんか抜かせないでいて、後ろに車なんかずっといるなっていうのをチラッと横を見てから、なんか可能な限り一応左は頑張って寄ってはくれてたんですから。寄ってはくれるけど、どうしても道攻めえからな。反対車線から道が一瞬でも止まんないとさ。これってブ？何ブって。でブ？うん、なんで言われたの？平日でもこの混みようだよ。もうこれで入る気なくした俺。多少空いてるぐらいだよ。多少。もう行く気なくしたマジで。まあね。攻めんだもん。足伸ばせねえんだもん、夜そのいない時間帯に来ても。そりゃ行く気なくすよ。ええかなっつったけども、いやもう家で。めんどくさい、一時。金もかかるし。どうぞ。あ、ごめんごめん。それもあるしさ、うん、夜とか風呂入ってまた車飲んのって体が危ない、風呂ってそういう効果あるから、ただ行く気はしない。足伸ばせねえんだもん、本当にそれだよ一番。あの相模原にあったのが良かったんだけど潰れちゃったからね。環境的にも相模原店が一番好きだった。相模原店って言えばいいのかな、相模原店なんだろう。しかし今日結構渋滞してたんですね。そこまでは普通に早かったんだけど、駐車場に停めてたのを散策の方が良かったのかなと思って。もしかして帰ってうんちゃんしよう。でちょっとだけスーファミの在庫だけ確認して。ファイヤーの古着捨てて出しちゃいな。古着？うん。あ、いや朝古着だから。あ、もういいんじゃない。今日の夜だった古着だった。うん。さすがにちょっとゴミ、生ゴミはね、カラちゃんの餌食になっちゃうから。でも古着も漁る人いるからね、中には。うん、まあ別にいいけど、明日起きてパッてもう捨てちゃってもいいけど。まあどっちも。じゃあ明日ですよ。ポップちゃん、ワンワ
の風呂入ってねえや。汚ねえなー、怖いなー。君が行った時ってあれなの、お父さんずっと休みだったの？そういうわけではない。仕事行ってたんだ。そう、で今日休みだったんです。消えて見えなくなるって、あの人マジでそうだよ、全然見なかった。いやっていうのあれ教習で教わるんじゃないの？わかんないけど教わんないの。教わんなくても常識で知ってるよなってことを、なんでしたんだよって見えなかったマジで。あれでハイビームで教えてますよって言ったら、ふざけんな場合って言ったから消してくれた方が見える。だったらライト消せよって思うけど、あ、下手すると あなたのハイビームのせいで横断歩道すら消えたんですけどと。びっくりした、全部見えなくなった、この辺のものは。マジでもう目が霞んだもん。チャリも消えたけど横断歩道も消えたから本当にビビった。やめてほしい、ね、ことごと夜であれで言われるとあんなにいろんなものが消えちゃうんだって。うん、あいつのせいで気づけるもんも気づけなくなるんだよ、ね、怖ーと思って。なんだからいろんなものがさらに緩和されて、コロナの云々とかが。パワープロ、プロ野球、立教パワフルプロ野球95はプレイステーションで出ました。その次の開幕版はプレイステーションとしてあさったんです。96開幕版何ですか？こんにちは、取らないね。わかんないですよ。しなくてもいいですって言う、はっきり言うのかね。でもそれだと強制になるから言わねえな。しなくてもいいですよ。だから2位ってことでしょ、もう。もういいや、私は仕事中する、楽だから。なんかもう最近政治を見てると長いものにはまかれろとかよしてきてしょうがないよ。あ、マスクしてる方が仕事中落ち着く。じゃあ長いものじゃないな、偉いものにはまかれろとか。相手の汚い飛沫から防御できるしさ、楽だよねって、ね、接客業ほどマスク必要な職業って実はなかったんだって痛感したね。なんかマスクで笑顔が隠れてうんたらかんたらって言ってる時代もう昭和の時代だわって思った。マスクしてても笑顔って本当に笑顔してたらわかるじゃんって。疲れた、楽しかった。カメラを見るとなんかまだちょっと明るいかなって思うけど暗いんだよ。なんでこんなに違うんだろう。そしてこういう時にね、歩行者がああいう風にやって、どう行かせねえのか、どう行け、ライトで消せって。ああ行かないのね、あの子お友達ね。なんて律儀な子なんや、うん、あれはね、あの止まったトラックも今日もいいこと起きるなって思ってるよ。一生懸命うんこ拾ってる横でさ、犬はさ、知りませんって顔で見てんのが本当面白いな、絵面が。髪の毛長い。帰ろうか。ポンちゃん、うんこしてねんだよ。俺はうんこする。ちょこちょこちょちょちょ。公園一周して帰るか。うん。いい？行ってもありがとう。さっきのさ、あの白山湖でさ、うんこしてくれればよかったんだけど、しなかったから、うん、ちょっとあそこダニがついてから、ちょっとあんま歩かせたくなくなった。